そんじゃ気合い入れていきますか。おーい。お、ブルーノじゃないか。兄ちゃんもう帰るのか。間に合ってよかった。俺このマテリアを兄ちゃんに渡そうと思って。もう盗みは絶対やらない。だからこれ兄ちゃんに預ける。お、いい心がけだな。俺をしっかり見習っとけよ。兄ちゃんそのマテリアで妙なことするなよな。するかよ。ま、それはどうでもいいや。もう一つ言いたいことがあるんだ。兄ちゃんもうちょっとエアリスにふさわしい男になれよ。なんだよいきなり。ここだけの話、エアリスは兄ちゃんのこと結構気にしてるぞ。俺兄ちゃんを応援してるから、何か困ったら俺に聞きに来いよ。それじゃな。へえ、ずいぶん信頼されたもんだな。よし、このマテリアは預かっとくか。シンナビルが、クソ、ジェネシスのやつ、なんでだよ。止めて相手してやるぜ。アクティベイティングコンバットモード。世の中そんなに甘くないってね。はいはい、なこと分かっとるよ。なるほどね、今までの奴らとは格が違うってか。だからどうした。アクティベイティングコンバットモード。ブレッ。
力を貸してくれ。どうだろう、あんたが考えてること全然わからない。実は俺にもわからない。時々頭の中に霧がかかったような感じになるんだ。でもな、たとえどんな状況でも俺は誇りを持たなくてはいけない。このバスターソードが共にある限り、ザックス、俺と一緒に戦え。敵は世を苦しめる者すべてだ。力貸してやる。あそこまで運んでやる。いいって。飛ぶのはいいもんだぞ。悪い、待たせた。遅いぞ。セフィロス、やつれたか。早速だが、ホランダーは北条抹殺をジェネシスに命じているはずだ。北条って、あの？ああ、科学部門統括の北条博士。ホランダーは北条に自分の地位を奪われたと思っている。だったら狙いは上の科学部門フロアだな。王女など放っておけ。相変わらずだな。ではセフィロスはここより下を頼む。外は俺に任せろ。ザックスは上だ。王女博士は任せた。了解。アンジールが何を考えてるのか俺にはさっぱりわからない。でもまた一緒に戦えるんだ。今はそれでいいや。さて、科学部門フロアはこの奥だな。博士はっと。よかった、無事か。静かにしてくれないかね。今ビルがジェネシス軍に攻撃されてるんだ。狙いは北条博士かもしれない。それで君が私の護衛か。とにかく一緒に避難してくれないか。劣化するモンスターなど恐れることはない。それジェネシスのことか。その通り。空から来た未知の生命体を古代種だと思い込んでいた愚かな時代の産物だ。未知の生命体。空から来た最悪ジェノバ。知らずとも問題はない。何も考えずに私という頭脳を守ることがソルジャーの役目だ。おお、複雑そう。
の音だ。君はたった今実験用モンスターを下の階に放ったのだ。モンスター？凶暴すぎて役に立たなくてね、処分するつもりだった。ちょうどいい、君が責任持って処分したまえ。俺が？面白い情報を教えてやろう。67階の独房はアイテムの倉庫として転用中だ。君が放ったモンスターどもにはその独房の鍵を一つずつ持たせている。倉庫には何か役立つものが眠っているかもしれない。興味があるなら奴らから鍵を奪ってみるといい。ただしモンスターから鍵を奪う方法は。博士、それ面白い情報じゃないと思う。仮に処分に失敗しても心配することはない。3分後に67階へ鎮静ガスを噴射する。聞いてない。3分以内にモンスターの処分ができたらこの事故の原因。なるほど。でも鎮静3分以内で終われば何の問題も。君がどれほどの猿。よってこいつらか。っておい、お前らどこ行くんだ。おい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 、俺の評価とソルジャーの意地がかかってんだ。待ちやがれ。まったく、あちこちに散らばりやがって。さっさと片…そういえば独房の鍵はモンスターが持っている。ここが独房か。鍵があれば開く。逃がすか。アクティベイティングコンバットモード。はっ。コンフリクトリゾルブ。おっしゃー。よし、ちょっと時間が余った。よし。よし、開いたぞ。
よし、あ、よし、よし、サンプルもみんじゃ。博士、お掃除完了。はあ、サンプルも処分し、独房の中も見事に全て荒らしてきたか。さすがファースト、素晴らしい。それなりに興味深いデータが手に入ったよ。手に入れたアイテムは君のものだ。だが独房にはまたロックをかけた。探索はもうできんからな。それにしてもなかなか面白いデータだ。俺のデータ変なことに使うなよ。随分と暇そうだな。いや、暇ってわけじゃないけど。私に来客があるんじゃなかったのか。この偉大な頭脳、命を懸けて護衛する準備はできているのかね。それはもちろん任せてくれ。いらっしゃいませってなもんだ。新世代のソルジャークラスファーストの実力を見せてやる。それは頼もしいものだ。二流科学者の失敗作になど負けないでくれたまえよ。おや、噂をすればだ。ホランダーの命令か。ホランダーに従えば劣化が治るとでも思っているのか。哀れ、実に哀れだな。くジェニス。二流科学者に劣化を治せるわけがない。もうやめろジェネシス。おお、これは珍しい。君よ、因果なり。夢も誇りもすでに失い、女神引く弓よりすでに矢は放たれて。ホランダーのモンスターが勢ぞろいだ。黙れよ。ラブレス第四章、親友同士が決闘を申し込むシーンだ。古来より伝わる叙事詩、研究の役に立つかと読んではみたが、くだらん。決闘の結末は不明。最終章は欠落し、未だ発見されていない。結末は諸説ある。
果たして女神の贈り物とは俺たちにとって何を意味するのだろうな。おい待てジェニシス。復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と君の安らかなる眠り。また召喚しやがった。ザックス、任せたぞ。お前なら倒せる。置いてくな。待てこら。エアリス、あのさ、後で電話するよ。お客さんが来てるんだ。お客に失礼のないようにだとさ。Activating combat mode.どこ行ったんだよ。